おはようございます。もう私心臓バクバクです。ついにこの時やってまいりました。早速お呼びしましょう、はい、あのハリウッドのスーパースターがスッキリにお越しいただきました。まずはこちらをご覧ください。その大スターが初めてスッキリにやってきたのは今から9年ハリウッドが誇る大スターウィル・スミス。さらに翌年の2008年お土産を持って再びスタジオへ登場。加藤とも仲良しのウィル・スミスが主演作「スーサイド・スクワット」公開に先駆け昨晩来日。今大注目のハリウッド女優を引き連れ8年ぶりにスタジオに登場します。 Thanks for coming! We are Margot the Lobby カレン福原。そしてマーゴットさん、そして福原さんもお越しいただきました。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。もう座っていただきましょうか。そうです ね、お早速お座りいただいて、はい、はい、マーゴットワンダウンやりたいと思いますけれども、まあ、皆さんですね、あ、そして、はい、すいません、はい、いいのかな。昨日の夜もう来日されたばっかりで、はいはいはい、僕たちです。さあ、もう皆さん昨日の夜来日されたばっかりで、日本のメディアスッキリが初めての出演となるということで、ありがたいです。ありがとうございます。朝からウィルさんから、ウィル・スミスさんから、この番組はどういう番組だと説明2人受けてますか？ん No. Just a... 何も Yeah, ポーズだけは。じゃあ最後にやってもらいましょうよ。そう、そしてマーゴットさんは初来日ということなんですけれども、日本いかがですか？ I love it. It's so, it's everyone's been so lovely so far. みんな素敵な方ばっかりで。どんなイメージありました？日本に。What did you have? I mean, I've heard about all the crazy cafes that you can go to with cat cafe, hedgehog cafe, the robot one. Like, I just want to go and explore and see all the crazy things. 一番行きたいカフェとかあるんですか？What's the one you really want to go to, the cafe? The hedgehog one. It's a fukuro cafe. Fukuro cafe. It's been very difficult to get Margot here. Because every step of the way she's looking and she starts wandering off. No, no, Margot, come on. And she's wandering off. You know, there's so many things in Japan that she wants to see. ありすぎて。ありすぎですね。そのカフェはね、多分ね、池袋ですよ。はい、そして福原さんはアメリカ在住の、まあ、日本人女優ということなんですけれども、来日久しぶりになってるんですか？いや、今年の4月に1回京都巡りに初めて来ました。アメリカにいつ頃行かれたんですか？はい、あ、生まれも育ちもアメリカなので。それから日本語は結構お上手なんですね。両親が25年向こうに住んでるんですけど、はい、まだ英語ができないんですよ。あ、そう、家ではじゃあ日本語を喋ってるんですね。こんなお三方が出演されている最新ハリウッド映画スーサイドスクワットなんですが、その映画の中でのお三方の役どころとこれまでの活躍をご紹介したいと思います。 They get caught, we throw them under the bus. We're some kind of suicide squad. 今回3人が出演するのはアメリカンコミックに登場する悪役キャラクターたちが主役の映画スーサイドスクワット。バットマンをはじめとするヒーローたちに投獄され死刑や終身刑となっていた悪党たちが原刑と引き換えにスーサイドスクワットの結成を強制され危険なミッションに挑むというストーリーです。
そんな悪党集団を率いるのがウィル・スミス演じるデッドショット。バットマンに出てくる悪役キャラで世界一の射撃の腕前を誇る一匹狼の殺し屋です。ウィル・スミスといえばこれまで優しい父親やヒーロー役を演じることが多かった俳優ですが、一体どんな悪役を演じるのか必見です。そんな主役に負けじと目立っているキャラクターがこちら。 Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys, it's what we do. マーゴット・ロビー演じるハーレー・クイーン、こちらもバットマンに登場する悪役で、この映画一番のキュートなヒロインです。もともと犯罪者専門の精神科医だったハーレーがバットマンの宿敵ジョーカーに誘惑され悪の道に染まっていく。劇中ではそんな物語も見どころです。クレイジーでキュートで悪かわなハーレー役を演じているのはオーストラリア出身の最注目若手女優マーゴット・ロビー26歳。もともと出身地のオーストラリアで活躍していましたが、2013年レオナルド・ディカプリオ主演のウルフ・オブ・ウォール・ストリートでその妻役に抜擢され、華々しいハリウッドデビューを飾ったことで一躍スターの仲間入り。その後大作に連続出演し、去年は詐欺師の恋愛を描いたフォーカスでウィル・スミスと初共演を果たしました。さらに7月から公開されているターザン・リボーンでは心優しいヒロインを演じているのに対し、今回のスーサイドスクワットでは真逆のクレイジーなヒロインを演じ、その多彩な演技力が注目されています。そんな悪役たちの中で異質な存在感を放つのが女剣士の刀。殺すか。鈴木中では日本語しか喋らず、その出演シーンのほとんどで怪しい仮面をつけています。そんな刀役を演じる日本人女優福原カレンとは一体どんな人なのか、福原さんの経歴を独自にリサーチ。いかにしてハリウッド大作に大抜擢されたのか、この後ご本人に直撃。なんかもう Oh, yeah. Yeah, it's villains, but it's David, the director described it as, it's not a movie about good versus evil. It's a movie about bad versus evil. Right? So it's a really, it's an interesting look at it. These are people who, they're bad guys. They have one, this is their last opportunity to try to do great for humanity. And, you know, you see whether or not they're going to be able to do it. How is it to play a villain? Oh, I love it. I love it. What happens as an actor, play a villain, there's no rules. So you can say anything, do anything, and you have so much more room to create. I had a fantastic time, but I mean, this is who I was working with every day. この人たちと仕事してたんですけど、楽しみすぎました。どうだったんですか、マゴットさんとかは。How was it? Oh, loved it. Like Will said, there's no rules. ウィルが言ったみたいにルール全くないので、なかなか女優としてはそういうキャラクター演じる機会って少ないんですね。ちょっとこうなんか言ったいけない言葉を下にしたり、その意地悪なことを言うセリフがあったりっていうキャラクター珍しいので。さあそしてそんなマゴットさんの経歴改めて振り返ってみたいと思うんですけれども、オーストラリア出身の方なんですね。演技を始めて10年にハリウッドデビュー、そしてその後いくつもの大作に連続出演されています。もう今ハリウッドで最も熱い女優とも呼ばれているんですね。
これウィル・スミスさんとはもう2回目の共演になるんですか、映画では。With Margot, yes. Yeah. And I'm hoping it's the second time of probably about 30. まあ30分ぐらい一緒にやろうかなって今ね、共演したい。まだまだ一緒にいたい。もう年取るまでね。おじいさんおばあさん。もう仲はまあ良くて。So you get along with it seems, right? Margot is fantastic. マーゴさんも本当に楽しい人ですし、なんかスーパーパワー、超能力持ってますし。本当に明るいエネルギーを持ってるんですね。ですから、もう現場に来るとマーゴがいると楽しいし明るい。スーパーパワーってどんなパワーなの？What kind of superpower? The superpower, yeah. What would I call it? It's like, なんて言ったらいいのか。It's the ability to touch the part of a person that makes them feel best about themselves. なんか自分のあのことが一番よく思えるところに彼女は触れることができるっていうかね。だからもう最高にいい気分にしてくれる。ああ、相手を気持ちよくさせるスーパーパワーとかですね。I don't have any real superpowers. スーパーパワー持ってません。スミルがちょっと優しい言葉をかけてくれてるだけです。なるほどね。もうなんか今のやり取りで仲いいことが分かりましたけどね。もう一方紹介したいんですが、もう今回映画初出演にしてハリウッドデビューという、もう超泣くほどのシンデレラガール、福原カレンさんについてご紹介したいと思います。福原さんはですね、アメリカロサンゼルス出身の24歳、ご両親が日本の方で、芸能活動は中学生の時に始めました。これまでディズニーチャンネルやスポーツ番組でのリポーターを務めたり、テレビ CM 出演されたりもあったんですが、今年スーサイドスクワットの刀役に大抜擢されて、なんと映画初出演にしてハリウッドデビューを飾ることになりました。レポーターをやられてたんですか？そうです、あの今も続けてるんですが、はい、あの最初はディズニー番組で、あのリポーター、そうです、それも最初のインタビューがあのパイレーツ・オブ・カリビアンだったので、はい、オランド・ブルームさんだとか、はい、ジェリー・ブッカナーとか、うん、もうジョニー・デップさんだとかのインタビューを、はい、あのへえ、それはなんでそういうのやるようになったんですか、子役を。まずいや、それもとってもラッキーな状況で、はい、もうオーディションに、友達と一緒に行ったら、うん、受かっちゃった。あ、やりたかったんですね、自ら。はい、で今回のもオーディションということですよね。はい、今回はでも真剣にあのすごくこの道を歩みたくて、うん、あの女優さんになりたくて、あの勉強してる時にオーディションを受けたんですけど。これ縦のシーンあるじゃないですか、縦の練習とかしてたんですか？いや、しました。あの元々極真空手を学んでいて、はい、極真すごい。アメリカの極真用はそうです、うん、あるんです、 LA の方に道場が、はい、それであの縦の方は初めてだったんですけど、うん、今回あのプロの方に学んで、ああそう、受かった時は嬉しかったでしょう。いや、自分が一番びっくりしました、うん、マネージャーさんが泣いてびっくりして、よかったねって言ってくれたんですけども、それも私もなんか、あ、泣くほどすごいことなのか、すごい、そうな、なんかあの時間がちょっと分からなかった。最初にオーディション受けた時は、うん、あのどんな、映画に出るとか知らされてなかったので、うん、共演者さんとかの情報もあの DC コミックだということも知らずに受けていたので、 そこは絶対漏らさないんですよね。うん、だから落ちた人がバンバン漏らしてしまったら大変なことになるから、それは絶対漏らさないでオーディションやるんだよね。もう様々様のお話してまいりましたが、実はですね、ちょっとここで確かめたい気になる噂があるんです。噂、はい、はい、さあこの噂の真相、嘘、本当ということで、ウィル・スミスさんに確かめたいです。今までご自身の子供たちにかっこいいと思ってもらえたことがない、そんなことない、これ本当ですかということを、この後この真相について答えていただきたいと思います。本幕アークで見えない、目の見えるお前に何が分かる。あなたは心も失ったのよ。僕は信じてます。お前を教壇に立たせる盲目の吉典先生、27日夜9時頃、24時間テレビ、あと2日。さあ行こう、あなたの知らない海の世界へ。リトルマーメイド、いよいよフィナーレ、この機会を見逃さないで。リトルマーメイド、今すぐ感動を予約。全てはライダーのために。バイク王はバイクレンタルやバイク駐車場などライダーのためのさまざまなサービスを展開しています。バイクライフの生涯パートナーへ、バイク王。
いらっしゃい、髪切るわよ。切る、やだ、切る、もうこの髪型やだ。大丈夫、かわいい。やっぱりこれが好き、やっぱり切りやすい、ニュークレラップ。俺たちは夢の中で入れ替わってる。君の全然ミツハ。ちょっとタキ君、あの女は。あなたは誰。お前は誰だ。君の名は。人の体には代謝する力がある。ヘルシア緑茶は脂肪を代謝する力を高める。新しいヘルシア緑茶始まる。強くなりたい、でも強いだけでは守れないものってあるから。予約しよう。もこみち窓口。いらっしゃいませ。予約簡単ですね。あなたも無料で窓口体験。保険の窓口。緑が気持ちのいいお部屋、すっきりと片付くお部屋、安心してくるお部屋、買い物に便利なお部屋、あなたのこだわりに応えます、お部屋探しますと。さあ本日はハリウッドスターウィル・スミスさん、マーゴット・ロビーさん、福原カレンさんにお越しいただいています。さあということで早速高い噂がこちら。子供にかっこいいと思われたことが、ウィル・スミスさん、ズバリ嘘か本当かどうですか。はい、どっち。絶対嘘だよ。いいもの。You know, and here's the thing. No matter how cool you are, どんなにかっこいいと思っても、子供はかっこいいと思ってくれない。お父さんだから。家でそんなひどいことしてるんですか。That's what I would. I thought I was cool. 僕はずっとずっとです。But after they saw Suicide Squad, この Suicide Squad見た、これはかっこいいって言って認めてくれました。でもこれ以上のものはない。これ以上のものはできないよとも言われました。でも Suicide Squad もすごい才能ありますもんね。It's so talented. No, thank you, thank you. Jaden is here. Jaden is in Tokyo with me.ジェイデン君はいる。But he's a teenager. ティーンエイジャーですから寝てます。起きてるでしょ。ティーンエイジャーから9時だったら起きてるでしょ。ティーンエイジャー。He said, what time is the show? 何時、番組何時って言って。Yeah, it's like, well, you know, it's like 8:30, 9 o'clock. 8時半、9時。I'll see you when you get back. じゃあ戻ってきたら会おうね。はい、この真相を確かめたところで最後にあのメッセージをいただきたいと思うんですが、ウィル・スミスさん、そしてメッセージいただけますか。このスーサイドスクワットものすごくよくできている作品で、東京に来まして皆さんにプレミアでご紹介できる、キャレンさんも連れてきまして、1年半待って一緒にキャレンと来たいとずっと思っていました。彼女初作品です。いや、もう本当に楽しみですね。最初ポーズやってもらいましょうか。いいですか。本日のゲスト、ウィル・スミスさん、マーゴット・ロビーさん、福原カレンさんでした。どうもありがとうございました。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 おはようございます。スーサイドスクワット見に行くからね、俺。あっ、手の甲子園で言ってくれてるよ、ウィル・スミスさんに。英語で言ってあげて。ナイス・トゥ・ミー・トゥ・ウィル・スミスさん、チュッチュッチュ、センキュー、チュッチュ、センキュー、カレンチュ、センキュー、マーゴットさん、マーゴット、Thank you very much! This is the Japanese issue. Thank you! Very much! Thank you very much! Thank you so much! ありがとうございました! スーサイドスクワット見に行くよ! どうも! Goodbye! Thank you so much! Thank you! 加藤さんも気づいたね!